レーマン。それではこの蓋を開けて完成になります。ペイントナイフ、こんな感じの使っていきます。
それではラスト3分間最後の仕上げなんですけど、あんまり広がるとあの途中でやめないといけなくなっちゃいます。よかったらもう一歩ずつだけ前の方寄ってきてもらえればあのすごい助かります。ご協力よろしくお願いします。ありがとうございます。もうちょいギリギリまで来れますか。ありがとうございます。あんまり広がるとあの途中でやめないといけなくなっちゃいます。ここまで来ました。最後までやりきりたいです。ご協力よろしくお願いします。もう一歩ずつ前の方よろしくお願いします。いいですか。ありがとうございます。さて行きましょう。ラスト3分間完成になるんですけど、その前にあのちょっとだけ自分の自己紹介させてください。あの自分沖縄出身のスプレーアーティストヤスキって言います。あの去年の8月まで長崎にあるハウステンボスっていうテーマパークで5年間あの公認パフォーマーやってたんですけど、この関東で活動したくて今この東京引っ越してきて日本国内海外いろんなところでこういったパフォーマンスしながら活動してます。よかったらネームプレート持ってきました。ローマ字6文字 YASUKI でヤスキっていう名前で活動してます。よかったら名前だけでも覚えていてください。
な拍手ありがとうございます。あの拍手止まったんですよ、自己紹介止まったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後、この作品だけ題名をつけてます。この作品は楽しさっていうタイトルで書きました。でこれはあの自分がスプレーアートを始める前なんですけど、その当時何かをやりたかったんですけど、何をすればいいか全然わからなくて、あのいろんなことをやってはやめやってはやめずっと繰り返しました。でそんな中、周りの友達とか知り合いからは、あいつは続かないとか口だけだとか、いろんなことをずっと言われ続けてきたんですけど、諦めきれなくて何かを見つけたくて探し続けた結果、このスプレーアートに出会うことができて、あの今まで10年間続けてくることができました。そういった意味を込めて3つのテーマ、光、闇、可能性っていうテーマを使って、太陽、海、宇宙でこの1枚に自分なりの楽しさを表現してみました。なのでそんなところも見てもらえれば、あのすごい嬉しいです。そして最後なんですけど、一つだけ大事なお知らせがあるので聞いていてください。全部終わったら、この真ん中で座って袋を広げて待っています。はい、ありがとうございます。大体言いたいこと分かったと思うんですけど、あの自分たちパフォーマー皆さんの評価だけで追加のパフォーマンスを続けていくことができます。もしこの活動を通して絵が綺麗だった、面白かった、もっと頑張れとか、何か少しでも心残ることありましたら、そのお気持ちを分かりやすく、分かりやすかな、折りたたんだご協力よろしくお願いします。拍手もめちゃくちゃ嬉しい。で今日3つ先に書きました。もし欲しいって方いましたら、材料費だけなんですけど、3000円、3000円、4000円でお渡ししてます。教えてください。それではお待たせしました、開けます。拍手の用意は大丈夫ですか。いきます。最後まで貴重なお時間を付き合いありがとうございました。この先これで完成になります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に最後まで温かい拍手歓声ありがとうございました。皆さんのおかげでめちゃくちゃ楽しくショーができました。ありがとうございます。やりました。ありがとうございます。本当に最後までありがとうございます。スプレーアートショー全て終了になります。最後までお付き合いありがとうございました。そしてラスト一言、お会計の時間になります。あとですね、あのそのまま帰らないとめちゃくちゃ寂しい気持ちになっちゃいます。この袋全然気にしないでいいです。一声でもかけてくれれば追加のパフォーマンスにつながるのでよろしくお願いします。そして作品また近くで見ると全然違います。よかったら近くの方で見ていてください。写真とかも大丈夫です、撮っていってください。本当に今日は最後までこんな遅くまでありがとうございました。お会いします。プレイアーティスト、ヤスケでした。ありがとうございました。